アレクサンダー・ボリス・ド・フェファル・ジョンソンは、イギリスの政治家、同国第77代首相、この他に保守党党首、庶民院議員を務めている、外務、英連邦大臣、ロンドン市長を歴任した。1964年6月19日に、ニューヨークで、スタンレー・ジョンソンと最初の妻であるシャーロット・ホーセットの長男として誕生した。後に家族と共に、イギリスに戻った。 イートン校、オックスフォード大学ベリオールカレッジを卒業。専攻は古典。大学では、ブリンドンクラブに所属。オスマン帝国末期の内務大臣だったアリケマルの子孫である。父方の先祖には、イギリス王ジョージ2世がいる。ジョージ2世の夜叉子である、ビュルテンベルク王子パウルが女優である愛人との間に、儲けた書室の娘が、ジョンソンの高祖母にあたるは高祖母の嫁いだ。 男爵家の加盟である。ただし諸子を通じての血筋を引くに過ぎないため、英国多い継承資格は認められない。母方の先祖には、ユダヤ系ロシア人で、アメリカで古文書学者となった、イライアスローがいる。彼は他国籍にわたる先祖について触れ、自らを、ルツボからなる人間と称している。大学卒業後の1987年、アレグラモスティンウォーエンと最初の結婚をしている。 同年、LEK コンサルティングに就職するが、退屈のあまり一週間で退職。家族のコネで保守刑事、タイムズで働き始めるが、エドワード2世の宮殿をめぐる、歴史考古学関係の記事で学者の発言を、でっち上げたため、すぐ解雇されている。続いて、やはり保守刑事の、デイリーテレグラフ記者となり、1989年から1994年まで、 同志の EC 特派員となった。ブルッセルに駐在していたジョンソンは、反 EC 色の強い記事を書き続け、特に、欧州統合の強力な推進者であった、ジャック・ドロールを厳しく批判、EC の首都たる、ブルッセルの地にあって、数少ない欧州会議主義のジャーナリストとして、知られるようになっていったが、当時の彼を知る記者たちの多くは、彼の記事は EC の信用を傷つけるために、 虚偽の事実や誇張を交えていたと批判的に振り返っている。こうした記事によって彼は欧州会議派の代表的な人物として知られるようになる。また以前は左派によって主張されることが多かった欧州会議主義を右派にとって魅力的なものに変貌させるのに大きく貢献した。その影響は現実政治の世界にも及び、 1990年代前半のイギリス独立党の出現に一役買ったとされている。上、保守党内における親欧州派、会議派の圧力を刺激することにもつながったという。首相としては、欧州と距離を置きがちであったマーガレット・サッチャーも、ジョンソンの記事の愛読者であったとされるが、マーストリヒト条約の締結に尽力するなど、欧州との関係修復に尽力した。 公認首相のジョン・メイジャーにとっては、ジョンソンは、煙体存在であり、当時の外務、英連邦省では、ジョンソンの記事に対応する特別チームが設けられる、ほどであった。1997年総選挙における、保守党大敗、政権転落の大きな原因の一つは、党内における、欧州会議派の台頭に伴う混乱とされているが、ジョンソンの記事はそうした。 混乱の一員とみなされたため、その後しばらく保守党の政治家たちの不況を買うことになった。1993年にアレグラと離婚し、同年に幼馴染のマリーナ・ホイーラーと結婚し、4個を設けた。1994年にロンドンに戻ると政治コラムニストとなり、ユニークなスタイルで評価を得る一方、黒人、ゲへの差別的な記事や、 植民地支配を称賛する記事で物議を醸した。スペクテーター氏の政治コラムニストを経て、1999年から同志の編集者となり、政界入り後、2005年に影の内閣の高等教育大臣に任命されるまで務めた。2001年からは庶民院議員を2期務めた。2004年にはタブロイド氏によって2000年以来、 スペクテーターの記者と恋愛関係にあり、二度妊娠させていたことを暴露された。ジョンソンは当初否定していたが、事実と判明した後、党の役職を解かれた。2008年5月にロンドン市長に就任した。市長就任後、ジョンソンはデイリーテレグラフが見において、ウィークリーコラムを再開することを発表した。ガーディアンが見は、彼が、 コラム執筆を年俸25万ポンドで同意したと報じている。同年8月の中華人民共和国での2008年北京オリンピックの閉会式で五輪旗を引き継ぎ2012年ロンドンオリンピックの準備を行った。2009年に芸術コンサルタントのヘレン・マッキンタイヤとの間に女児を設けていたことが後に暴露された。2012年5月3日に投票が行われた。 ロンドン市長選挙において、ケン・リビングストンを破り、再選を果たした。2期目在任中の2015年5月7日、再び庶民院議員に当選した。市長は2016年5月9日まで務めた。2014年11月に、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドは、同じ国家元首を共有しているとして、これらの国と宣言協定のようなものを結ぶ構想を、 提唱して、物議を醸した。議員としても、かねてから欧州連合の規制で、経済的関係が強い中国との FTA が、結べないと発言するなど EU に批判的な言動で、注目を浴びており、2016年6月23日に、実施される EU からの離脱の是非を問う、国民投票において、どのような立場に立つか、注目を集めていたが、2月21日に、 随分頭を悩ませたが、他の余地はないとして、離脱を支持することを表明。以後は、ブレグジット推進派で、離脱の旗振り役として、積極的に活動した。アメリカのバラク・オバマ大統領が、英国の EU 残留を求めた際には、オバマには、ケニア人の地が入っており、繁栄感情があると発言、人種差別的であるとして、物議をかもした。 その国民投票にて離脱派が勝利したことによって、デイビッド・キャメロン首相が首相及び保守党党首を辞任することを発表した際には、ポストキャメロンに期待されたが、ジョンソンは2016年イギリス保守党党首選挙には名乗りを上げなかった。その後、保守党党首に選出されたテリーザメイが新首相に任命されて、新内閣を組閣するにあたり、ジョンソンが外務、 英連邦大臣に起用された。ジョンソンの外務、英連邦大臣就任を記者会見中に知らされた。アメリカのマーク・トナー国務省報道官は失笑した。初の対外公務となったフランス大使館でのレセプションでは、招待客からブーイングで迎えられ、さらにフランスのジャン・マルク・エロン外相からは、嘘つきだと名指しで批判された。2018年7月9日、 名首相の恩恵な EU 離脱方針に反発したためガイム、A、連邦大臣を辞任した。公認にはジェレミー・ハントがついた。2019年6月7日にテリーザ・メイが党首辞任を表明したことを受けた保守党党首選挙に出馬し、5回の議員投票では一貫して1位を保ち、ジェレミー・ハント外相との決選投票に進出。党員投票の結果、 92,153票を獲得し、46,656票の半島を下し、7月23日に新党首に選出された。翌7月24日、バッキンガム宮殿でエリザベス二世女王に越見し、組閣の対面を受け、正式にイギリスの首相となった。ダウニング街10番地の首相官邸前で就任演説を行ったジョンソンは、この国を もっと良くしたいと宣言した。また、10月31日に、欧州連合離脱を実現する予定については、たらればはなしだと強調し、決定権は私にあると表明した。その上で、期日までのブレグジットについて、疑う人、悲観的な人、悲しみに暮れている人は間違っていると述べた。ジョンソン内閣、第二次。 名内閣の後継政権として成立したジョンソン内閣の主要ポストには、ブレグジット強硬派を置く新内閣を発表し、7月25日朝に初閣議を開いた。モダン英国内閣と呼ばれる、この内閣は33閣僚のうち8名もの女性閣僚をバメのルーツを持つ非白人閣僚4名が起用されており、ガーディアン氏は民族的には多様だが、 思想的には禁止と評している。一方でこの組閣に際して11名もの閣僚を解任し他の6名の辞任を受けた。ジョンソンの同盟者であるナイジェル・エヴァンスは夏の大虐殺に値するほどの改造ではないとした。新中内閣香港フェニックス TV とのインタビューでジョンソン内閣は非常に新中内閣になると述べた。ジョンソンは 中国の習近平国家主席のインフラの投資努力、一帯一路への熱狂的な支持を表明し、英国を中国の投資のため、ヨーロッパで最も開かれた経済を維持することを約束した。2019年8月28日、ジョンソンは9月12日から10月13日までの間英国議会を閉鎖する要請をエリザベス女王に提出し、承認された。 これにより、新法可決もしくは不信任投票を行うことで強行離脱防止を狙う反対派は議論の時間がより制限されたものとなった。庶民院議長のジョンバーコーは、この決定を憲法違反だと述べ、強く非難した。また、労働党党首のジェレミーコービンは、議会を中断することは容認できず、それは不可能だ。首相がやっていることは民主主義を強引につかんで、 合意なしへと引きずり込むことだと述べた。ウェストミンスターに集まったデモ隊は、反離脱のプラカードといい勇気を携え、クーデターは止めろ。と連呼した。相次ぐ、議員追放、辞任と最高裁、判決2019年9月3日、さらなる離脱期限の延期なら、のたれし、デッドイン、エーディッチの方がマシと述べるジョンソンは、元閣僚、チャーチルの孫。 最年長の現職議員らを含む21名を強行離脱を避けるために政府に反抗したとして保守党から解任した。彼らは内閣発の重要な投票でジョンソンを敗北させ政府だけが新しい法律を提案できるとする庶民委員の規定を無効とした。また野党とともに EU 離脱期限を 規定の10月31日から2020年1月31日まで延期するよう求めるとした。続く5日には、閣外大臣を務める自身の弟、ジョージョンソンもツイッター、上で辞意を表明、庶民院議長バーコーも10月中の退任を発表した。21名もの追放処分は、前例のない処置とされ、その動機に関して、 エリザベス女王を誤解させたことも合わせてメディアに非難された。ジョンソンの強行路線は逆に反対派の抵抗を強める結果となった。9月24日、英国最高裁は先のスコットランド高裁での判決同様、議会閉鎖は違憲で無効である旨の判決を下し、議長ジョンバー校は25日の議会再開を宣言した。 これにより強行離脱も辞さないとした、ジョンソンの目する10月末までの離脱はより、見通しづらい状況となった。しかし12月の総選挙で保守党は圧勝し、2020年1月31日を、もってイギリスは EU からの離脱を果たした。新型コロナウイルス感染症のイギリスでの流行拡大にかかる危機が、首相に就任して1年足らずのジョンソン首相に、のしかかることとなった。 当初、イギリスは集団免疫の獲得を目的とした独自の対応策を採用していたが、最終的に数十万人が死亡する予測だったことから批判を浴び、方針転換を余儀なくされた。2020年3月27日、新型コロナウイルス感染症の検査を行ったところ、陽性反応であったことを明かした。その後は自宅に自主隔離を行い、 会議にはテレビを通じて参加。高熱などの症状が続き、4月5日には念のため検査入院したが、翌6日に意識はあるものの容体が悪化し、人工呼吸器が必要になった場合に備えて、集中治療室に入った。その後持ち直し、9日夕方に集中治療室から出て、一般病棟に移った。12日、退院した。27日、 ホームに復帰した2020年、ファイザーとビオンテックが共同開発した新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を表明。ありがとうございます。